今日はまずみんなでやってみる曲としてはデルストラブルガンという曲をやってみたいと思っています。これは割と、ね、どういう風にジャズのベニー・グッドマンの方でも有名な、そちらの方では End the Angel Sing 天使を歌うという曲で、これは誰ペニー・リーが歌ってたのかな、歌ってて、その非常になんかそちらの方で有名になってしまった曲なんですが、もともとはクレズマンの曲です。でその中でもベニー・グッドマン そのオーケストラの中でも後半でジギー・エルマンというトランペットの人が完璧にクレズマンの感じで感想っていうか構想ですね、それを吹いていて、それが非常に印象的ではあります。他にもだから素敵なあなたとかそういった曲の中でもクレズマの出てくる感想があったりとか、ベニー・グッドマンは非常にクレズマを使っていますっていうのは、多分勝手に推測するところ、ベニー・グッドマンという人はクレズマのクラリネット吹きとして育てられたのではなかろうかなと勝手な憶測をしております。そういうこともあって、だからなんとなくこうジャズと西洋、ジャズってのはアフリカの音楽と西洋の音楽が一緒になったっていうんですけど、その西洋の音楽の一つがクレズマだったのではないかと思っています。ではデルストラブルガン、我々はちょっとチンドン屋さん風にやってみたいと思いますが、どうぞ聴いてください。どうぞ。チャンさんの作曲ですよね。あ、はい。いつ頃どう。あ、いつなんでしょう、もう。すごい昔のこと。あのサーカスが、まあ、あのサーカスの中の映画につけた曲なんですけど、ジンタがあの
ジンタっていう音楽がもともと日本にはあるんですけど、私にしてみればどうもヨーロッパの匂いがすごくする感じなんで、うん、小松桜島に合うんじゃないかと思って、うん、持ってきてみました、ね、そしたらバッチリでしたね。結構小松ちゃんのレパートリーとしては古くからやってる方かな。そうです ね最初難しかったですけど ね、 ね、チョンさん得意の線拍子の曲で、でも今は世の中的には線拍子が、ね、いっぱい溢れてる。あの時は本当どうなってんだみたいな、その映画はちなみに林海蔵監督の、あ、そうですね、20世紀少年録音っていう映画の中、はい、では、はい、どうぞ。